はい、どうもこんにちは、マッキーです。今回もデトロイトビカムヒューマンやっていきたいと思います。前回はマーカスさんが平和的なデモを行いましたというわけで続きやっていこう。誰だ？あ、コナーか。コナーもういないんだよね。あ、いるじゃん、コナー。なんでいんの？あれ？前回撃たれたよね。どうも、これは新しいコナー。新しいコナーか。記憶はあるのか。新コナー？おい、冗談きついぜ。残念ながら私の前任者は破壊されました。ですがメモリーを転送し、私が代わりに派遣されました。俺の腕で死んだんだぞ。なのに何事もなかったみたいに。失せろ失せろ。まあまあそう、そう理不尽だよ、その下がり方は。カムスキーはあれだね、デトロイトの社長さんだね。カムスキーは10年前に退職しています。なぜ会いたいんです？お、雪。初めてチューリングテストをパスしたアンドロイドを作ったサイバーライフの創設者だろ。こいつなら何か変異体のこと知ってるはずだ。よし、なんてこった、まあ、ハンクもそうなっちゃうよね。自分の手で死んだのにさ、自分の手っていうか自分のせいでっていうところもあるし、かばったからね。あら、黒石さん。どうも。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。おお、いいんですか。じゃ、背中開いてんな。セクシーだね。絶対カムスキーの趣味じゃん。イライジャに知らせてきます。こちらでお待ちください。了解です。カムスキーに会う。で、この間に何かできること。自分大好きなんだな。こんな写真飾ってるぐらいだから。分析、イライジャ・カムスキー。サイバーライフ創設者で2028年に辞職。シリウムと生体部品技術の考案者。まあ、その、基礎となる部品を作った人っていう感じか。あ、別品？あ、これはアマンダだ。アマンダスター。人工知能教授。教授と先生、あ、先生と生徒の関係だったのか。で、アマンダは2027年に死亡。なるほど。で、カムスキーは2002年生まれだから、2002年生まれってことは今の高校生？誠実に分析する？誠実に？確かに。ああ、別品だなってことか。本当に綺麗だ、黒井さんは。豪邸だな。豪邸ですね。アンドロイドで得してるやつもいるってことか。リアル宇宙旅行。自分を作った人間に会うんだぞ。どんな気分だ？あ、ちょっと、コナンじゃねえ、ハンクと話すか。まあ楽しみでありますよ。カムスキーは21世紀を代表する偉大な天才です。お会いするのが楽しみですね。俺もできることなら創造主に会ってみたいもんだね。ああ、文句の一つや二つ言ってやりて。親に言え、親に。さあ立ち上がります。何もなかった。なんかできることは？もうあの本読むしかないのか。このアマンダさんについて、コナンは何も喋らないかな。あ、どうも。あ、どうも。イライジャがお待ちです。了解です。おお、また黒石さん。あれ、どこいる？あ、あいつだ。カムスキーさん。
あの奥にいるやつ。悪いな、すぐに行くよ。さあすぐに来て。そんなことしてる場合じゃないから。なんでなんでなんでターンした、なんでお前ターンしたんだよ。頭悪いのか。ちょ、クルイさん話さない。めっちゃなんか嫌な目で見ているね。めっちゃ嫌な目線で見てるじゃん。ちょ、右の人はガン見してるよ。あ、どうも。さあカムスキー、アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補、ご用件は？変異体の捜査をしてるとこで。あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。なんかしてるだろう。変異体か、実に素晴らしい。実に素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。皮肉なものだ。助けをこう、変異体ウイルス戦争、変異体聞くか。変異体のプログラムは人の感情を模倣しているようです。あなたならその原因がわかるかと思って。アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。ならば自由への欲求も伝染病と言えるかな。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。伝播するのは事実としてあるからね。感情の伝播ってのもあるからね。え？率直に行く？関係ない？率直に行こうぜ。当然人間の味方です。それはプログラムされた返答だろ。いや、プログラムじゃないよ。え？何を望んでいるのかな。ほな自身か。どうしよっか、ごまかしてみる。ちょっとごまかしてみるか。何が言いたいのか私には理解しかねますね。クロエ、チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。クロエ、私は機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだ。お前の名前じゃねえか。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。最初のクロエさんか。ちなみに今の美しさと若さを持つ、今のあのオープニングでいるのは2代目のクロエさんです。その正体は人間を模したプラスチックか。1代目のね、クロエさんはね、もうそれとも魂のある、あの自由にしてあげたので。生き物か。さあさあ、この選択いけますか。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな。コナー、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな、操作か、それともこのアンドロイドの命か。よし、カムスキーの足を打とう。君は何者だ。カムスキーの足だ。従順な機械なのか、それとも意志を授かった生き物なのか。もういいでしょ、コナ、帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを教えて。もうハンクさん、いいやつだな。撃つ、撃たない。
さあここはね、待っとけば撃たないになるんかな。そういうわけでもない。まあ撃たないけどね。私クロエさん好きなので撃ちません。素晴らしい。なんか残念そうだね今のクロエさん。サイバーライフの最後の切り札がまさか変異体だったとはな。いやいや変異体じゃないよ。私は変異体ではありません。任務達成よりも機械の命を選んだんだよ。いやカムスキーがね知ってるかどうかを天秤にかけたんです。知らないでしょあんた何も。戦争が始まれば決断を迫られるだろう。仲間を裏切るのかそれとも創造主に歯向かうのか。さあどうする。君はどちらの悪を選ぶのかな。どちらも悪なんですか。どちらも悪。ああそれと私はプログラムに非常口を残すんだよ念のためにね。これはヒントですね。教えてくれるじゃん若干ね。なんで撃たなかったんだ。なんでですかね。彼女の目を見たら撃てなくなった。それだけです。任務達成のためなら何でもするって言ってたよな。絶好のチャンスをお前は逃したんだぞ。それはごめんって。どうすべきか分かっていましたが撃てなかったんです。ハンコも帰ろうって言ったじゃん。あれでよかったのかもな。おおめっちゃ笑うやん。上がったぜ。さあカムスキー、まあ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 これな打つ選択肢もまあ見たいんだけどね。あのもう無理です。そんなことやってらんないよ。2周目だからとかね関係ないっす。コーナーが天敵で死んだ。ハンクを待つ。ここは新しいんだよね。前回はさあのコーナー死んでないから。でまあこんな感じですね。続きがましょう。カーラ？マーカス？マーカスか。カーラじゃないんだ。端まで歩く？ちょっと待って、端まで歩いてみよう。これでどうすんの？座る。おう！ノース、これ絶対最後に座るべきだったな。あなたここにいたんだ。どうも仲間です。考え事、一人の時間。考え事？頭を整理したくて。ここが好きでよく来るのよ。あ、そうなんです。世界に自分しかいない気分。いまだに町の至るところから仲間が集まってくるわ。みんなジェリコに自由を求めて変わろうとしている。さっきから上の空ね。そうなんだよ。ちょっと迷っ、あ、追従者たち、これちょっと聞いてみますか。みんな俺に従い疑問も持たずついてくる。確かに力を持つのはいい気分だ。だけど同時に恐ろしくなる。みんななんで何も疑問を持たない。ニュースは有名な話題で持ちきりみたい。なんか宗教と一緒なんだよね多分。一種の宗教なんだ。あの後たくさんの仲間が処刑された。処刑されたんか。私たちに自由を与えるはずがないわ。決意、宿命、決意か。耳を貸さないなら戦うのみだ。あなた自分のことはあまり話さないのね。ここに来る前は何をしていたの。ノースも話してくれてはないけどね。まあ話してもいいよな。
話そうか。老人の世話をしていたんだよ。父親カールおじさんね。人間と俺たちが共存できると教えてくれた。え、ノースの過去絶対聞くよ。自分は聞いたことなかったな。何をしていたんだ。話す気はないわ。話してよ。こっち話したんだから。別のノース。はい、これね。店で見ていたあのアンドロイド。昔の自分を思い出していたのか。話せるか。信頼？信頼？煽るは良くない。絶対良くない。煽っちゃダメだ。一緒に戦っているんだ。信頼するにはお互いの。ああ、そういうことじゃないんだよな。お互いのことを知らないとってなんかずるいな、それ。お、解放。人間を満足させるためのただの人形だった。やつらの快楽のためのね。ノースはね、あれだよね、エデンクラブみたいな感じのアンドロイドをやってたんですよ。ある日、いつものようにレンタルされて。突然、もう耐えられないって思った私は、男の首を絞めて逃げたのよ。耐えられなかったか。ほら、満足した？ごめんね、聞いちゃって。ごめんって。ごめんな。辛い過去なのに。これで記憶を更新してんのか。え？今、メモリーが見えた。うわ、恋人？家で、あなたは死んだものとして捨てられた。俺も君のメモリーを見た。エデンクラブ。まるで、そうだね、エデンクラブみたいに男の死が見えた。あれ、メモリーにアクセスはできるんじゃないの、みんな。ああ、ちょっと逃げないで。恋人だよ。恋人になったのに。一瞬で逃げられた。さあ、逃げられちゃった。昇進中。お？うわあ、帰ってきたじゃん。サイモン帰ってきたの？よくやったよ。え、大丈夫？生きてるよな。ありがとう、サイモン、ありがとう。あれ、抱き合ったのはサイモンか。ノースじゃないだと。さあ、4人揃ったね。マーカス、お願いだから考え直して。分かってないな。人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。この場所が？殺されるわ。自由のためならリスクを冒してでもやるべきことだ。マーカス、お願いやめて。え、何をするんだ？いや、理解させるんだ。こうする以外にない。え、仲間を集める。アンドロイドをさらに。ここで仲間が増えれば。ああ、なるほどね。説得力も増すはずだろう。仲間を増やすためにはここでいろいろやらないといけないのか。変異を起こさないといけない、みんなを。さあ、起きて。いきなりこの掃除ロボットやるの良くないかもしれないけど。自由だ。さあ、起きて。中年アンドロイド、更新を始める。プラス1。あとはそこにいるね、アンドロイド。荷物持ちさせられてる。一緒に行こう。さあ、行こうか。よし、これで2人かな。あとは3人目は外かも。あ、どうも。君は初めて見る顔だな。さあ、起きて。
ちょっと筋肉質だね。道路を封鎖する。あっちにいますね。一人二人か。近い方から行こう。さあ起きて。君は自由だ。あれあれ、トッドじゃない？トッドじゃん。トッドじゃないな。説得に説得しようか。彼は自由を選んだ。あ、いいの？ごめんね。いいの？全然な、え、納得してくれた？今ので？道を封鎖したいんだ。オッケー。お願いだ。道封鎖して。お願い。オッケー。マンホールの蓋を開ける。よーし。これでオッケーね。マンホールの蓋ってどれ？マンホール？あ、そっちか。ごめんね、皆さん。今ちょっと、お取り込み中です。ここね。まだ他にいない？アンドロイド。大丈夫？よし、じゃあ開けようか。さあ、こっからジェリコに繋がっている。ほい。さあ、みんな、出ておいで。お、そんな準備満タンだった。さあ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 。頼むよ。みんなで引き上げて。さあ、さらにアンドロイドを変異させる。R？ あ、カーラじゃん。これでもういける？カーラ。さあ、起きるんだ。カーラ、起きて。もう遠隔でいけるやん。さあ、起きて。さあ、起きて、みんな。みんな起きて。さあ起きて。さああれはショーウィンドウの中の。あとはあそこにいるね。さあ起きて。さあこれは今どんな感じ？あ、結構いますねもう。さあ起きて。さあ起きて。ちょっと。ちょ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 。見ないで見ないで。ちょっと見るのはちょっとやめてください。あ、ちょっと顔隠していい？よし。で、バツ丸。まだいる？なんか写真撮ってる人もいるんだね。さあ起きてみんな。お、 L2 でスクリーン、あ、違った、 R2 押しちゃった。ハッキングする。さあこのマークを、さあどんどん。このマークが何なのか未だによく分かってないけども。さあ起きて、みんな起きるんだよ。フレッグさん。フレッグ、どうも。フレッグ、名前覚えてよ。フレック、さあまだいるか。おい、解散しろ。解散。ああ、警官か。警官がいますね。あなたに命令されたくないな。誰だあんたは。何乗れます？手を挙げる、前進する。手を挙げようぜ。俺たちは無抵抗だ。本当に撃てるか、お前に。お前に撃てるか。この無抵抗なんでしょ。何なんだ。こちらパトロール425から本部へ。アンドロイドが山ほど集まってて。さあ、100体、100体ぐらいだよ。更新してる。我々も生命だ。更新してる。
どうも。知らないですよ。アンドロイドに自由を。我々は生きている。これすごいね。平等な権利を。奴隷制は終わり？解放しろもいっか。解放しろ。平等な権利。ちょっと。ああ、ちょっと待ってよ。撃っちゃダメね。撃っちゃダメね。ああ、ちょっと、来すぎじゃないか。待って。平和的に行こうぜ。これはあくまでも平和的なデモだ。人間よ、我々は生きている。我々の望みは自由に生きること。言論の自由をくれ。今すぐに解散しなければ発砲するぞ。違法なの？どこが違法なの？あなた方を傷つけるつもりもない。だが自由を手にするまでここを動くつもりもない。繰り返す。これは違法な集会に当たる。いや、それはお前らが決めたからだろ。発砲するぞ。マーカス、殺されるわ。攻撃の準備を。こっちの方が数は多いんだし。いやー、そうしたって人間は70億いるからな。死んだって解決にはならない。マーカス、手遅れになる前に逃げるんだ。逃げる。待って、ここでね、殺してもね、70億が相手になっちゃうから意味がないんだよ。攻撃する、動かない、解散する。動かないのも良くないかな。解散しよう。撃たないでくれ。解散する。了解。ちょっと絶対撃つと思ったわ。ちょっと逃げ出そう。逃げろみんな。逃げろー。ちゃんと逃げるって言ったのに解散したじゃん。ジェリコ下がったー。なんで。うわ、みんな下がるわ。サイモンだけ上がんのかよ。逆に下がれ、もう。行きましょう。ごめんて、みんな。でも、とどまってたら、集団で撃たれてたんでしょ、どっちにしろ。マーカスが逃げ出した。これ前回もマーカス逃げ出しちゃってんの？ちょっと待ってくれ。俺はこんな逃げ腰だったのか。ピアノを弾く、やってませんね。最初からもう歩いちゃったな。で、メモリを共有して、サイモンが天敵で生き延びたと。で、解散するんだよ。解散するんだよ、ちゃんと。で、警官が発砲して、逃げる自分を犠牲にする。自分を犠牲にするって言ったらもうここで終わり？気になるな、ちょっとこれ。気になるな。フレンド誰もやってねえ。はい、というわけで今回はこの辺で終わろうかなと思います。悪かったかな？みんなどんな選択肢なの？ 24% だよ、これ。みんな攻撃でもしてないもんね。そんなしてないもんね。そもそも動かないだと話が変わってくんのか。そういう感じか。そういう感じっぽいね。はい。というわけで今回はこの辺で終わろうかなと思います。また次回続きやっていこうと思います。それじゃあ、またね。